八坂神社から望む祇園商店街祇園商店街振興組合は京都市東山区祇園に存在する商店街である。八坂神社や日本最古の歌舞伎座である南座があることから広域型の商店街として発展、近隣の花街が主脚であったため、稽古物の老舗店舗が多かったが、近年は観光客の増加により八不橋や漬物など、京都ブランドの支店が多く出店している。八坂神社の参道として発展してきたことから、日本の美に出会える街、清々式参道をコンセプトにしている。7月15日には、祇園祭宵宮上振奉納前夜祭と銘打って、舞妓さんビアカウンターや祇園天幕映画祭などを主催、同16日は、宵宮上振奉納を主催、3月頃には、祇園大茶会が行われている。四条通りを歩行者天国にしようとする動きもある。京都府の基金により花見工事に、御影石の石畳が整備された。毎年7月17日などの祇園祭では、四条通りを3基の神輿が通るなど、山鉾よりも神輿が中心である。東山区祇園にある。鴨川付近から八坂神社までの四条通り沿いにある。四条大橋から南は四条繁栄会商店街、北には京都祇園縄手繁栄会、北東には古川町商店街などがある。商店街は川端通と東大寺通りの間を東西に伸びている。祇園四条駅からもほど近い。祇園商店街振興組合の事務所は一力邸の東隣にある。ありがとうございます。